では始まるシティ、始まる、何でしたっけ、始まるシティテストでしたっけ違うわ箱庭シティ鉄道だ、続きやっていきましょう、ゴンチ目です。これなんか買った車両出ねえの、俺設定ミスかな、ちょっと待ってくださいね、車両出ないんすよ、なんで出ねえんだ、建築じゃねえな、経営、車両の編成、あ、これ配置してねえんだ、配置、あ、これあれか、ホームによって変わるんだこれまだでもあれですよね、今乗ってる電車は最大12人なんですよ、12人も今乗ってないですからね、まだこれまだこれ新車買わない方が良かったのかなでこれ多分まだホームが延伸できないんで、これ無理なのか、そういうことかちょっと新車着くの早すぎましたね。ってことは、あ、出た、レベル4、チリリ、行き先案内板がレベル4になった。これって複数設置できるのかなあんまり複数設置しても意味がねえような気がするんだけど、はい、自販機42、公衆電話0人誰も使われてねえ、研究が成功しました。大成功だって。新しいお店出てこねえかな売店50人。あ、すごい使われてるじゃないですか。行き先案内板54人。あ、オフィスレディレベルが上がった。観葉植物。これ観葉植物邪魔ですよね、これ。おぉ。福部県来た。早速福部県行きますか。福武器券、どうだったっけ、福武器券、なんか当たれ、いいもん当たれ。まあ、お金75、まあ、リアルで75万ですごい、すごい金額なんですけどね。なんか建物建てれねえかな。まだ建てれないですよね。行き先案内板ってこれ複数設置できるのか、これ。すごい、複数設置できるんだ。これ効果倍増するかな。てかお金がないんだったあんまり設置してもしょうがねえんだこれ。設置徐々に慣れていきます。そうですよ、快適な駅を目指していきましょう。はい、6人、これ12人の定員なんでまだまだ全然いけるんですよ。お昼までの利用を集計中、2万円回収しました。で今なんか開発研究が終了か、はい、研究効果、はい、お人口増えた、はいはい、ベビーカーママ、あ、また新しいキャラ登場したじゃないですかベビーカーママ、はい、そして福部券が手に入った、研究成果、はい、お、あ、出た、トイレできた、これも早速トイレ使うしかないですね。ちょっと待って、トイレ建築だ、で施設トイレ、トイレってさ、こういうとこにこんなホームに作るもんじゃないでしょ、トイレって絶対違うと思うんだけど、もうしょうがない、ここしか置けねえよな。じゃあここにトイレ設置します。あ、トイレ設置じゃあこれちょっともう一遍時間を経過させましょう。そして今終電がやってきましたね。5日目の最終日でございます。最終便ですね、本日の終電。3人乗って降りる人はいないって形ですね。まあ、そして運賃が100円アップということで、はい、ということで夜までの人口を集計中、出ました、5月5日目ですね。あ、確か前日が12万なんで売上13万で伸びてますよね。はい、レベルアップ、健やかタウンこれ10人上がることのレベルが上がるんだ、はい、
アイテム 50%。 あ、今月のボーナスはアイテムが半分ですよってことか。はい、まだこのオープンっての閉めることができるのかなこれ。あ、違う、これ朝6時になったんだ。あ、ちょっと待って、列車変えようぜせっかくなんで、ちょっと新しいこっちの列車に切り替えましょう。配置する、ドーン。はい、ちょっと待って、これ変わってないですよね。変更、あー違う、これじゃないや。何番線、1番線で、よし、OK。 これで昭和の通勤電車来ますよあ、来た、昭和の通勤電車来ました昭和の通勤電車、あ、すごい今っぽい、昭和っぽい。そしていろいろ降りてきたかな。今ホームに5人か、5人いますね。トイレ使われてるかな。あ、ベビーカーママいるベビーカーママいるじゃないですか。そんなにベビーカーを引いてうろちょろしないでくれあ、ちゃんと並んでますね。ここに踏切があるのが気になるな。ちょっとこれ後で踏切が動くかどうか見ますか。あ、来た来た、通勤電車が来た。7番ということで、これ踏切閉まるかな。ちょっと拡大して拡大して踏切がちゃんと機能するか見てやろう。今期のイベント、ちょっと待って、金、お金195万か、だけえな。まあいいや、ちょっとやっちゃいましょう。本当に効果あんのかな。そして踏切は完全にお飾りでしたね。トイレ使われてる？トイレ0人トイレ1号誰も使われてねえや。あ、お客さんのレベルが5にあった。ん？何何？え、同行調査がサラリーマンか。リーマンのレベルアップしないといけないのか。お、パートタイマーの集団が来た。こんにちは、サラリーマンが救い方を4人目の移住者になりました。ん？4人目の移住者今来たってことか。そして、あ、これそういうことか。じゃあ今家建ったってこと。どっかに 家建ったんじゃない。これ建ってねえ移住者ってことは多分今までこの駅に家が建ってなかった疑惑がありますよね。そしてアジサイツアーということで、パートタイマー5人がご乗車降りてくるぞドドッと降りてくる、ドドッと降りてきたはい、そして新しい研究ということで、このね、イベントが一気に来るのがちょっと俺すごい困るんだよなちょっと待ってよ、どうやってみたっけ。まず情報で客一覧、サラリーマンかな、これだ、サラリーマン上限アップ。あ、これでレベル10になるためには上限、これをやらないといけないな。これ25、あ、こういうことしないといけないんだ。はいはい、お客さんのレベルアップしますよ。いや、こうやってデータを時折見ないといけないんだ。次多分小学生が来そうですね。これオフィス類はまだいけそうだ。で、アイテムボックス1、あ、これか、福引き屋に使った。お金51万円もうちょっとくれねえかな。セール中、まあでもこれ高いですからね、まだしばらくいいや。これひょっとして研究しねえな。ちょっと待って、研究させようぜ。売店数を追加5、まあしばらくいいか。これでいきましょう。で、名古屋さん自身をレベルアップさせてもいいのか。どうしようかな、周辺開発。お金280、足んないじゃないですか。車両開発も多分足んねえだろうな。5、15、15、20。
別に今の黄色い電車と性能変わんねえと思うんだけどな、これどうしたったらこれやって一気にあの近代的な通勤電車にしてんだけど、旧式地下鉄、まあ、ちょっといいや、しばらく車両開発はいいや。どうしようかな。施設、パン屋、精肉店、花屋はすごいな、この辺。ファーストフードとかあるじゃないですか。まあ、とりあえずお店増やす方向でいきますか。はい。これであれですね、もう、あれがなくなってきた。ポイントがなくなってきた。あ、ベビーカムもちょっとやって、これあれですね、空欄があるんで、どんどん増やしていった方がいいですよね。フリーター。よし、OK。これでちょっと調査しましょう。で、メールが来てるな。ちょっと待ってよ。メールが、はい、遠距離お客さんをつかないということで、さまざまな路線が駅を行き、間近い、行き交います。お客さんは近い駅から遠くの駅、どこに行くかを決めているので、切符の購入額は毎度変わっていきます。あ、そうなんだ。当たり前の話ですけど。遠くの温泉や近くの飛行場、毎日行き先が違うので切符の値段が変わりますよねと語ってくれたのは、さまざまな職場で活躍する秘書の、あ、また押してしまったな、秘書の美奈子さん。駅の施設が充実するなら運賃が多少高くなっていてももちろんおかしくないですね。あとは路線が変われば運賃も上下してみんな納得ですよね。あとは車両が素敵なら当然運賃も上がると思います。研究員次第ではついつい高額の切符を買っちゃうかもと、熱っぽく攻略にまつわる情報を語ってくれました。 あと私が活躍するたくさんのゲーム、これいつも宣伝だよね、最後最後あれだよね、カイロスソフトさんのあの他のゲームの宣伝やってるよね。じゃあ次トイレ、はい、ということでトイレはトイレ作って150万ですね、もらいました。でもう一個、研究発表。お、ジュース屋、お、できたじゃないですか、ジュース屋で高性能雑巾だって。ちょっと待って、これお店で作るとこないよね。これってさ、設置移動できるのかな。移動、あ、 ZL これで移動できるんだ。移動させて、あ、これでホーム邪魔、駅に邪魔になるんだ。どうしよう、ホーム延伸しようかな。じゃあちょっとね、ここにジュースを置きたいんですよ。ちょっと待って、今なんか上がってなかった、これ100 絶対上がってるな、これ。あ、こっちだ、延伸ドーン。ちょっとこれジュース屋置きたいんで、ちょっとですね、これ邪魔なんだよな。邪魔になったらなんかすげえ使われ始めたんだけどちょっと待って、 なんかすげえ公衆電話使われ始めたじゃん今まで全然使われてなかったのになんだよ間に合った。あ、便所使われてるじゃないですか。そしてこれ使ってる人が表示されてるプライバシーもへったくりもねえな、これ。そして夜が更けてまいりました。6日目の夜ですね。あ、でもなかなか混雑してきましたね。じゃあこれホーム延伸したらジュース屋建てましょう。お、レベル上がった。お、公衆電話のレベル上がった。あ、これさ、今まで使われてなかったですよね、公衆電話。場所が良くなかったのかな。お客さんが改札から街へ向かってくれましたね。これで50人目です。施設の品質を高めてお客さんが満足していければって移住してくれるかもしれませんね。はい、これ多分町の方の開発は私できないですよね、これ。7万円回収、着実でこれ1日あたりのお金が増えてってんじゃないかな。
これなんか利用禁止マークがついてんだけど使われてんだよね。謎ですよね。ここに俺ジュース置きてんだよ。お、できたか。あ、できたできた。こんにちは。なんで、ほがらか鈍行戦車員何それ。新進気鋭の駅が できたとのことで我が社の社員も一緒、はいはいはい、ざわめいております。お、何、新しい鉄道会社が乗り入れしたいと。はい、新しい路線。おおおお、寝てんじゃん。ちょっと今回は売り上げそんなに高くないですね。黒字だ。おお、新しいメニュー増設で、はい、ちょっと待って、メニューの、あ、これだ。はい、え、何、ホームフロアってよくわかんねえな。いや、とりあえず早っ、ポチ。フロア、え、なになに、超超やりてんだけど。いや、でもホームにしよう。逆でしょ、逆。あ、ちょっと待って待って待って、違う、逆にするにはどうすればいいんだ。ちょっと待ってくださいよ。はい、ホーム追加。いや、 OK じゃない、後ろ向きがいい。こっちにしたい、こっちにしたいんだ。違う、そうじゃない。こういう時にこれを押せばいいんだ。これでこっち、あ、そう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 、 OK。 OK、 これちょっとリアルになったんじゃないか。おお、ちょっと待ちましょう。これで、あ、すげえ頻度で今列車がやってきたぞとんでもない頻度で列車がやってきやがった。ちょっとこれコイン使って加速させますか。ポチッ、じゃーん、新路線誕生、来たー。はい、これ押して、ほがらか鈍行線。はい、おお、来た来た新しくほがらか鈍行線開通ですよ。来た。ちょっとだんだんと面白くなってきたじゃないですか。そして今9時が来たんで、で、これどうすんだ。ホーム延伸してんだけど買えないんだよな。ちょっと待って、新しい路線経営、路線選択。はい、そうですね。ほかなか、あ、これ以降はこれで路線ポイントで多分アンロックしていくような形ですね、これ多分。なるほど寂れた年線だったんで、今までの路線が。そしてなんかいろいろ増えてる、建築。あ、ジュース屋建てれるようになってるじゃないですか。これこっちに建ててな、ジュース屋。なんか向きおかしくないですかこれ向き変えれないのかな、これこれおかしいですね、こっち向きだとまあいいや、とりあえずいいやとりあえずこっちにあって看板、お、電車業、毎日ミッション、何これ、何やだよちょっと待って、これですよ。これって向き変えれないのかな、手前オフ。これ向き変えないですよね。あ、回転あった、ちょっと待って、回転どうやって回転するんだこれ。あ、これで回転するじゃないですか今知った、よし、 OK。 あ、反対から来た、これ白井ポンタさんが研究員として志願してきました。知らねえよそんなやつ。おお、
あ、すごい短い可愛い電車が来たじゃないですか。ちょっとホーム延伸して、え、ちょっと待って、あ、そうか、協調駅舎じゃねえから、あ、それでここの踏切使うんだ。これあれか、構内踏切ですね、これ。そういうことか。ちょっとホーム延伸してえな。お、小学生がプレゼントくれた。おお、すげえかわいい、この電車かわいい。ちょっとホーム延伸してんだけど、ちょっと待ってください。もうね、もうどん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 イベント起きるんで、ちょっと待ってください、ちょっと待って。アイテムをまず消化しておこう。はい、電車くじ、何が当たるこれ。おお、ただで当たるじゃないですか、これ。あー、なんか使っちゃった。はい、コイン4枚、はい。で、旅行ガイド。チャラララッタ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 。あ、結構いい感じじゃないですか。よし。それじゃあ、ホームをちょっと伸ばしたいんですよ。ちょっとね、行動、クリア。ホームの増設、いや、駅の延長ですよね。200万足んねえよ、金が。金足んねえよ。ちょっと待って、これしばらく放置プレイの時間じゃないですか、これ。ミッションに挑戦しよう。ミッション、ちょっと待って。ミッション、どれ、ミッション、これ、違いますよね。ミッションに挑戦しようってメールかな。ミッションねえぞ。どこだ。あ、下にあった。ちょっと待って、これで、これ矢印設定、これだ。何これ、挑戦する。ほっほっほ。ついに私が寝ずに考えたミッションに挑戦するときが来ましたね。毎日ミッションクリアすると私の手作りの素敵なボーナスがもらえちゃうかもしれない。手作りのボーナス？毎日3つずつこなして、3つずつの図ってこれでよかったでしたっけ、経営に役立てていってくださいな。はいはい、ミッションについて挑戦ですね。今日中にこなしましょう。間に合うかな。はい、え、何やんのこれ。お金を585、これ何これ。583万の売り上げか。いや無理だろ。583万売り上げって。いや俺無理だと思うな。ホーム延長、いや、やりてんだけど200万かかるんだよね。これ多分昼から私スタートしたんで、これもっと早くやるべきでしたよね。あ、今1万円出た。あ、便所のレベル上がった。1万円回収しました。いや絶対無理じゃんこんなの。絶対無理じゃん、583万なんて。まあいいや、ちょっと、あの、特にやることないんで、引きの視点で見ますよ。もう夕方よ。夕方なのにまだ1枚しか稼いでないのよ。研究が大成功しました。はいはい、ちょっと見よう。あ、それ忘れてたね、研究。はい。この人何やったんだっけ。精肉、鍵、理髪店、110、高えな。コンビニ置きたいですよね。まあ、全然足りねえや。精肉屋とか、これ駅に建てるもんなのかな。お、フリーターがレベルアップした。もう出現回数が上がった。これでこの駅というか画面上に出現する人の数が多分増えていくんですよね。
ああいいですね、なんか上り線と下り線の概念ができたみたいで、ちょっと若干リアルになって、ないですか。あ、そしてこちらで見るとあれだ、ドアの開閉が見れるんだいいじゃないですか、そこちゃんとドア開いてるじゃないですかこれ。あ、そしてオフィスレディもレベルが上がった。ちょっとこっち側の青色の電車が貧弱なんで、これちょっと伸ばしたいですよね。7万円を回収しました。そして多分今来てる電車が今日の終電なんですよ。あ、そして研究が開発した、ちょっと研究やらさせてください。これ時間がもったいないんで、名古屋みどりさんと思ったらもう全然あれが金がねえやか鍵やなんかもっと安いのねえかな。消防署設置してんだけど、車両15、なんか全然私レベルが低いんでこれ厳しいですね。どうしよう、本人レベルアップしようかな。雑巾戻せよ。よし、雑巾戻すぞ。決定。何これ貴重なアイテムなくなっただけのような気がする。はい、じゃあこれで今0時になりましたね。11万円、やっぱちょっとなんかお金少ないですよね。そして終電が終わったはずなのに今電車が来た。はい、レベルが5になったということで、タウンレベルが5になりました。あれ、まだミッション続けれるじゃないですか。これ24時間ってことかな。ホームを延長したいんですけど、お金が200万必要なんですよ。あ、ちょっと待って、そういえばコインをお金に変えれましたよねそれやろう。あ、来た、 IT 社員だIT 社員来たIT 社員さん来ちゃったじゃないですか。IT 社員来たのはいいんだけど、金がねえんだよな。ちょっとコインを、どれでしたっけ。ショップ、今セール中だ。コイン屋行って、コインを、ちょっと今何、カイロくん、ワイロくんだ。ワイロくんだった。カイロくんじゃねえ、ワイロくんだ。300万か。コインをじゃあ、あれ、あ、違うんだ、これ、お金でコインを買うんだ、逆だ、逆、アイテム屋で、超一流シールドもある、何これ、あー、こういうの買ってレベルアップさせないといけないんだ、へえ、どうやって条件増やすんだ、スタンプカード。あ、何何、これで賃料アップ、あ、これでお金増やせるかな。装備で 40%、 これどこに装備するの、電車には装備できないですよねちょっと難しいぞ。さあ、ちょっとお客で増えたの見よう。これだ、 IT 社員でれれ、所持金2700かもっとたくさん払ってくんねえかなお金。おや、お金が足りなかったようです。あ、ひょっとしてもう24時間経っちゃった？あ、50万くれた。優しいおじさん。あ、これで200万貯まった。早速ホームだてを。これ多分お金なくなっちゃいますよね。200万からって。はい。お金がゼロになっちゃった。あ、なになに？なんだよそれなんだよそれ。あ、教会から来た、ちょっと見よ、教会からメールが来ちゃってるんで。お、
ここにようやく説明が出て、ようやく今出たじゃないですか。閉店時間、あ、これ体力なんだ。所持券、そして他に場所がない。町へ行こう。町から来たよ。町に向かう。あ、この星が町に向かうってことか。電車から降りたよ。これちょっと覚えるのが大変だな。いや、覚えれねえよ、これ。はい。じゃあちょっと、なんだっけ今、アイテムボックスか。これ開いたらちょっと今回終わりますか。お金58万。はい。いやー、これ今から完全に待ち状態ですね。お金が貯まるまで待たないといけないということで。今回はこちらの新しい路線ですね。これが完成したということで、ちょっと駅っぽくなってきたんですけど、お金が全然足りないという、そういう状況で終わりたいと思います。それではご視聴いただきましてありがとうございました。